ポリムズの R&B シンガー。1949年にインペリアルレコードよりシングルシュルーズベリーブルーズでデビューし、1950年代には自身のバンドアンタッチャブルーズを結成した。デッカ、アトランティック、ヘラルドなどのレーベルにレコーディングを残した。1952年にデッカよりリリースしたトラララは後にパッドブーンにカバーされて、 広く知られるようになった。1960年代には、地元のレーベル、リックと契約し、何枚かのシングルが、地元で、ヒットとなったが、全米ヒットを生むには至らなかった。この時代のレコーディングには、ダブル、アイドアーミー、そしてヘラルドのシングルの再レコーディングとなった、アイブハードザットストーリービフォーなどがある。 1970年代から1980年代にかけてレコーディングの機会は減ってしまったが地元のレーベルにて散発的にレコーディングを続けライブ活動も続けたニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバルにも1972年以降亡くなるまで毎年出演し続けた1990年代リッジリーは3枚の新録アルバムを残している 1990年、アルバムとしては、デビュー作となる、How Long を、oh!、Sound of New Orleans レーベルよりリリース。その2年後には、モダンブルースレコーディングスより、シーターンズメオンをリリースした。1995年にブラックトップレコードより、リリースした、Since the Blues Began は、ジョージ・ポーター・ジュニア、レイモンド・ウェバーらのサポート、スヌークス・スイー・グリーンのゲスト参加を得て、 リッジリーのキャリアの中でも最も強力な作品の一つとなったが、これが最後の作品となってしまった。晩年の数年は人不全に悩まされ、1999年に肺がんで亡くなった。ニューオーリンズで活動するシンガー、サミー・リッジリーは弟である。ありがとうございます。